どうもこんにちは、テイシャです。えー、引き続きブラックです。ルナティックモード。えー、今、経過ターン16ですね。実況プレイ、えー、やっていきたいと思います。えー、っと、そうですね。今もう16、16ターンということで、あの、このゲーム30ターン以内にクリアしないと、あの、負けなんですけど、もう、なんというか、おおむね、はい、なんというか、その、終盤戦と言いますかね、に入ってきた、 模様でございまして、えーまあ、そうですね。現状なんですけど、えー、猫薬が3、えー、傷薬が5ありまして、まあ、これまでこの妖精ちゃんでね、あのアイテム拾ってきただけあって、それなりにの数のアイテムがあり、今、HP も MP もまあ満タン状態ということで、まあ、なかなかいい状況なんじゃないかと。そして、 えー、我々には2つ選択肢がありまして、まあ、ここにあの焼却死 B というのがいまして、こいつがその猫薬というのを、まあ、MP 回復薬を持っているんですが、まあ、こいつを倒すかどうか、まあ、別に倒さなくてもいいんですよね。うんまあ、倒すとなると、また倒すのもまあそれなりに難しいんですよね。こいつが1、2、3、4、5、6、視界6。 6、こいつを釣っちゃうかもしれないんですよね。うん。視界6で、この範囲に入ると攻撃してくるんで、まあもうこいつは、無視でいいかな。もうあの MP 攻撃できるのが、あのこのリスちゃんしかいなくて、今 MP 満タン、マックス状態で、猫薬まで合わせると、あと5回撃てるんですよ、投げ縄を。で、 倒すのがもう今のところこいつらを無視するとなるとここにいる3人とあとなんか上から22ターンぐらいに増援に来るあのー、まあ2体5体5体なんでもうこれなら、まあ、極端な話5回1人1回ずつ打っても、まあ、こいつにはあの捕獲効果はないんですけど単純に遠距離攻撃としてのあれになるんですけどまあ十分なんで。 まあいいかなと。はい。取らない方針でいきます。となると、1、2、3、4、5、ここまでなんで、ここは素通りして、うーん、そうですね。まあまだこいつを引き付けるのはもうちょい後でいいような気がします。まだある程度みんなの移動が完了して、 そうですね。完了した後に引きつけたいですね。今、引きつけるとなると、1、2、3、4、5、6、このライン、まあ、どっちにしろ引きつけられないか、うん。まあ、とりあえず、進軍していきましょう。うん。進軍、進軍。 大丈夫ですよね。一応確認しますい、えー。テンペストの効果範囲が射程4の1、2、3、4のひし形2マスだからこの範囲大丈夫ですね。はい。MP の回復も大丈夫。ヒットポイントも大丈夫。 あの回復するなら今のうちにしといてほしいんですがはいでは行動開始です、まあ、ここら辺がいいかなこの騎士もこの右側に釣りたいんで1234123456の、まあ、このラインに入らなければ大丈夫かこの なんて言うかな。影の真ん中のラインですね。で、こいつが、1、2、3、1、2、3、4、1、2。この頂点を中心としたこのラインか。このライン、ん頂点を中心とした、ここ、ここ、ここ。あ、だから被ってるのか、こいつとラインが。 被ってるんですね 1,2,3,4,1,2, ここ、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 影のちょうど真ん中、こいつも、1,2,3,4,5,6, ここ、ここ、ここ、影の真ん中。うん。あの、こいつら、なんか、もう屋根の上だろうと、どこだろうと、もう、かまわず、魔法打ってくるんで、 はい、そこは気をつけていきたいですねここまあここにしとくかはいこれでいいはずですねもうこいつは無視ですうんよしチャーンエンド まえ早いな。え、お前ら早くねえ、早い早い早い。え、待って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 。え、え、ま、あ、しまった。あ、ああえ、マジか。え、早い。22ターンじゃなかったのああ。いや、待って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 。これ、あれかも。俺、 いや、僕、あれかもしれないです。あのー、間違えた。多分、イージーモードの、イージーモードだと22ターンだったんですよ。うわあやらかした。17ターンか。ルナだと17ターンになるのか。17ターンでゾンンが来るのか。あ、そうなんだ。あ、しかも、こいつをさ、 1,2,3,4,5,6。あこれで釣っちゃったのか。あ、別にこっち側に釣る分には全然いいんですけど。1,2,3,4,5,6。まあ、こうやって釣れるんで。あ、そうか、17ターンなのか。あ、すいません。これ、やり直して、やり直します。やり直して、まあ、あのー、とりあえず17ターンまで、 うんなんか、クリアできそうなんで、いや、これクリアできない、できなさそうなんだったら、もう一回、あの、最初からやるんですけど、なんか、できそうなんで、あの、一回、あの、セーブ、まあ、もうこれセーブできないんですけど、確か13ターンあたりでセーブしたんで、そっから、この17ターンの、まあ、これ、まあ、全く同じ状況にはな,んない、なんないかもしれないですけど、まあ、なるべく同じような状態にして、そんで、そっからまた録が、 開始ととといいいうことをしたいと思いま,すまあまあもう一回一応録画だけはしといてもいいですけどね。まあそこはアップロードするかどうかわかりませんけど。まあとりかくで一旦切りますね。はい。